とぶり。今回は信長の野望大使実況していきたいと思います。前回は攻め先が南部家だけになったから攻め込んだところまで。楽に勝てるかなと思ったけどかなり厳しい戦いになってしまったんだよね。北条家がなぁ、もう少し頑張ってくれたらなぁ。少し当てにしていたところはあるから負けまくられた時はほんと腹が立ったよね。まあ、味方というか竹に期待しちゃダメだってことだなぁ。そういうことだね。前回の戦いで攻略した城で兵を集めるから今回はなんとかなるんじゃないかなと思っているよ。そこあたりの準備をしつつ停戦明けるまで待つか。最近少しだけ待ち遠しくなくなった秋。兵糧収入がかなり増えてきているからね。14万近くだな。次の戦いを戦い切る分には十分な量かな。ご命令、秋が来たということは、戦いの季節。今川家の何度目かわからない身の進行だね。いい加減滅ぼしてもいいんじゃないかな。そうなんだろうけど、うちが全力で支援するから無理なんだよね。でも、三条だけとか控えめだな。師匠様の実家だから無償でなのにね。攻め先なくなったからな。ここで足利家と婚姻同盟を締結。うちのあやちゃんをヨシテルに押し付けておいたよ。もう少し能力高ければな。父さんがまだ頑張る。右方城なら間違いなく勝てるだろうね。あそこは戦場狭いからな。今度は山名家が毛利家に宣戦布告した。後ろが安全だから強気に攻めていくね。ここで漁夫の李六角家が今川家に宣戦布告。いつも今川家が斎藤家に負けたタイミングで宣戦布告するからね。今回はどんなもんか。諸畑城の戦いに勝利。そのまま攻略した。じわじわ進行しているね。山名家では祖豪さんが頑張ってるイメージ。六角家が再度集結しているね。次は清洲城かな。春の部がハゲになった。神仏系は今のところ敵なんだよね。本願寺の一行一気に悩まされてるからな。今度は本命のイベントが。イベントの扱いはかなり低いんだけどね。まだそこまで管理もらえてない。そういえば全然来ないね。お金たくさんあるのにな。ここのより綱は絶対ネタ枠だよな。このイベント自体の扱いがネタな感じもするからね。やる気の差をすごく感じる。興味がないとか言うな。価格は重要。褒められた。こういう理由で解明させられるとかね。生命どっちも変えられるとかな。遠慮すんな。この返しは笑えるよね。折れるより綱さん。今からより綱になったけどね。自分でつけておきながらな。あれ、このイベントいつも失敗だよね。もしかして中納言にならないとまずい。今のイベントに成功パターンがあるならみたいよね。ない気もするけどな。ブツバツ、はいはい、ブツバツブツバツ。秋も手強く起こしまくるよね。もう3日レベルだよな。正直被害はないんだけどね。南部家が宣戦布告してきた。南部家から仕掛けてくるとはね。そろそろ行こうと思ってたんだよな。貸してる兵がいないと負けるとかないわ。その通りだね。助立ちいたす。味方はいっぱい。南部家はもう受けに回ってる。防衛用に2個軍団動員をかけたね。寺井家城の軍団が主力だな。こちらの主力の宇佐美軍団をぶつけていくよ。戦場上限が低いからその数は活かせないんだよな。そこまで見越してのこの数だからね。まずは春政軍団撃破して。勢いに乗りたいところだね。待機するぞ。宇佐美さん、任せたぞ。無事勝利。これで南部家主力は壊滅したね。ここからは城攻略祭りだ。寺井家城攻略した。すでに動員済みの軍団が攻め込んでるからな。最初にどこまで進行できるかが早期決着の鍵だからね。動員が遅れてるな。遠いと越前から来るからね。大遠征だな。ケマ内勢が動き出してる。行き先は港城かな。影虎勢が襲われそうだね。と思ったら別な集結が。どうしても檜山城御詰めになるんだね。早く城攻め始めろ。港城諦めた模様。
雨ボケが山名家に宣戦布告。西で山名家は嫌われてるだろうからね。うちとの同盟をいいことに暴れまくってるからな。同盟をいい意味で利用しているよね。春政がまた集結してる。あれを狙うかだね。宇佐美さんが襲われた。なんとかなるかな。なんともならず。さすがに戦場を選べなかったのは痛かったね。さらに、周りに小さいのしかいないからまずいかも。晴れ政無双がまた起きる。今度は牛尾ちゃんが攻撃された。2連敗？これはまずいね。でも、晴れ政勢は1万以下になったからなんとかなりそう。追加で動員した軍団を町会場と伊沢城を向かわせるよう。行きます。奥への進行が遅れるけど仕方ないか。信長様が頑張ってるな。今川家家臣として頑張っているね。山名家も頑張ってる。というか、雨穴家と山名家が四国で争うという不思議さがあるけどね。話してる間に影虎勢が襲われた。問題なく勝てたけど半分近く失ったし。七部隊中尉部隊全滅したけどね。南部家の底力がすごいな。今度は打って出てきた。勝てたけど影虎隊が影虎だけになった。本当の影虎隊になってしまったね。港城は攻略したけど一度帰宅だな。また集結してる。晴れ政がまた出てくるようだね。馬場さんが花巻城攻略した。ようやく吉報が届いたね。となると、最初から包囲する城がそろそろ落ち始めるかも。さらに馬場さんが晴れ政の居城を抑えれば。で戻るはずだな。角の盾城包囲中の畠山勢が襲われた。なんとか撃退。兵が削られていくねー。敵が我が領内に向かっております。港城で集結かけたら攻めてくる模様。花巻城にも攻めてくる。まだ攻めようとするのがすごいね。心してかかれ。角の盾城で敵が撃って出てきた。揺るがないけど。兵は減る。畠山勢も限界かな。角の盾城は攻略したけど、次の城まで逃走だねー。兵が減ってるところを襲うしかないかな。少しでも出陣できる城を減らしたいからね。宮部勢が横手城攻略。どんどん北上してもらおう。長戸勢はどこに向かう軍団。集結したけど襲ったのかな。畠山勢が勝ったけど限界。城を攻略しても攻め手が増えないねー。順調に進んでいるような気がする。特古城付近が危ないけどね。まだ北だと元気だな。参るぞ。影虎勢の集結が終わった。檜山城に向かって北上してもらうよ。けど、その檜山城で集結してるけど、馬場さんが高志城攻略した。馬場さんだけが順調だね。誰にも迎撃されてないからな。そして、ようやく久野城を攻められる。ここさえ抑えてしまえば終わりが見えてくるはず。民が起こり始めてるから急がなきゃないしな。そして、実りの秋。待ち遠しくないと言ったけど兵糧がきつかったからありがたいよ。結局闇取引に頼ってるからな。ごめん。攻略した城でも動員をかけつつ、特古城と毛間内城付近がすごいことになってるけど、どこに来るんだろ。檜山城に軍団が一つ向かったな。待機する。あれ、一つだけになった。他は解散したんだろうけど。出陣するぞ。うん、もう一つ集結してるな。まだ粘るんだね。こっちは控えめの兵数だから厳しいかもな。目立たない投手が伊沢城攻略した。ようやく攻め手が余り出したかな。いただくとしよう。次は野辺地城だね。おお、津軽海峡が見えてきた。あと少しだね。油断してると攻撃される。なんとかなればいいけど。何ともならないし、マロにやられる情けなさ。何を加算かな。また攻めて不足になりそうな予感。宮部勢が雫石御所攻略。どんどん北上しろ。もう余裕がなくなってきてるし、もう終わりかけなのに苦戦しすぎなんだよ。ここまでやられても東北制圧した南部家だからな。
そうだね、油断せず最後まで完全に潰してやらないとね。市長様が超会場攻略、国境の城だったんだけどな。最初の敗戦のせいで時間がかかってしまったね。出陣します。北上中の投手が迎撃された。問題なく勝ったけど、三木勢はのへじ城じゃなくくのへ城に向かってたから、くのへ城の兵に迎撃されたようだね。それでも落ちない腹立たしさ。場外決戦じゃないからね。今度は檜山城に向かう途中で随分と弱体化してきたね。勝っても兵は減るからな。消耗戦の効果が出てきたようだね。今度は馬場さんが襲われて、これでも撃退。南部家の兵もこれで枯渇したかな。回復させないためにどんどん城を包囲しないと。馬場さんが三の市場攻略。のへじ城はいいから何をか御所に向かってもらおう。のへじ城には市長様が向かってるからな。移動に時間がかかってるけどね。今の宮城県あたりから青森県までの移動だからな。一番広い岩手県を北上してるわけだから時間かかるよね。檜山城包囲部隊が危ないかも。影虎勢もやられてしまったし、なんとかならないよねー。来たな。だよな。厳しい。特攻城攻略した。これで包囲してない城はトリックだね。そう考えると終わりが見えてきた。すまねえな。久野瀬城も攻略。途中グダグダになってしまったけど、なんとかなったね。なめた動員してるからだな。あれでいけるかなと思ったんだよね。市長様がのせじ城攻略。むつ福島城はもう攻めているから。すまねえな。あとは参ります。蝦夷地だけだね。どっちの館にも武将も兵もいない。攻められると思ってなかったんだろうね。この城頂戴いたします。の別館を向けつ攻略。あとはむつ福島城と徳山館だけだね。よしもうが宣戦布告してきた。でも同盟があるんだよ。宣戦布告じゃなく包囲網だった。包囲網と言われても対策バッチリなんだけど、見た感じ今川家に武田家、南部家と西からもう一本伸びてたような。まさか本願寺家。そうだったら渡りに船だな。西にいない。本願寺家の家紋が赤くなってる。参加してた。これはありがたい。足利家と結んでて攻めたくても攻められなかったんだよね。となれば今までの一向一揆に恨みを晴らすとき、さっさと攻め滅びしてしまおう。今川家と武田家は少しだけ猶予時間をあげよう。ここで足利家が鈴木家討伐に動いた。鈴木家も本願寺家と同じ理由で攻められていなかったんだね。包囲網のせいで同盟の枷が外れたのか。この城徳山館攻略。今のところ北条家に動きがないから、包囲網は何か特別な戦争という感じなんだろうね。うちにとってはありがたい限りだけどな。本当にね。宮部勢が六福島城攻略して、いただくとしよう。南部家は滅亡。もう少し楽に勝ちたかったけど、結果的に勝ったからよしとする。そうだね、優秀な武将も手に入ったしね。というか、晴政より晴宗の方が優秀という不思議。全ての能力で晴宗が勝っているね。晴宗は優秀だったのか。種宗もすごいことになっているから伊達補正なのかな。最後に石山ごぼうを攻略して、悪いが負けられぬのでな。本願寺家を滅ぼして、今まで一向一揆を起こしまくった罪を償ってもらわないとね。本願寺賢女さん以外は再就職を認めてあげる。本願寺賢女さんは一向一揆起こしすぎの罪で処断。あの世で仏罰でも受けなよ。東北制圧して宿敵の本願寺家も滅ぼせたところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。